さあ最悪のパー3のうちの一つですね。うわめっちゃフォローだな。9番でもいいかな。まあいっか。池入るより奥のバンカーが待つか。おーナイスボールだが。フォローだやっぱり。めっちゃ降ってるよね。めちゃめちゃ右からフォローの風強いです。うん。おお。ショットです。おお。そう。奥だけど。さあ、アキさん左足下がりのアプローチ、だいぶ距離がある。いやロブ以外無理だ。ナイス。お前。止まって。これはちょっと僕の技術では無理なやつです。いや10センチ手前でやれば。あそうか、うん。グリーンで落とそうとしたのが間違いでした、ね。ナイスでもナイス打ち。ショットはナイスでした。ちょっと。大物。ダフった。ダフった。これが弱いのか。結構曲がる。いいなぁ。やっとボギーですよ。超むずい。おしん。ありがとうございます。ずーっと下がっていって右に池があるみたいな感じですかね。ナイスショー。ナイスボール。貯めた。ちょっとなんで貯めたの今。え？なんか貯めなかった。毎回違うの。多分今貯まってました。松山感があった。あったよね。なんか止まったよね。バンカー好きな人っていないですかね。いるたまになんか難しいアプローチするぐらいだったら。バンカーに当たった方がいいね。ね。うん、私は嫌いです。僕も嫌いです。はい、僕も嫌いです。なくなればいい。バンカーなんかなくなればいい。手前ですか。手前、もうずっとしてた方が届くじゃない。うん。なんとなく7番スで、うん。なんか途中からフェアウェイがめっちゃ絞れてきてるんですけど。あ、ナイスショー。まあなんかとりあえずはまっすぐ。不穏でここに来たんで。うん。なんかな。ラフだね。うん、おおいい音。飛びすぎかも。あでもいい感じかも。ナイスオン。かっこいい。一発で決めたからもう完璧じゃないですか。完璧ですね。さすがっす。さすがよ。はい。モフモフしてるんですよね。うん。メソンです。入れてパー。はい、もうね、パーを取るなんておこがましいんですよ。おやに？入った。やすごい。見てなかった。ただ叫んだ瞬間は取ってるよ。もうね、パーを取るなんておこがましいんですよ。おやに？入っちゃいます。はい。バディ。はい。
来い来い来い。惜しい、ナイスパー、ナイスパー。バーディーか。あ、おい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 、ゆかさん、ボギー、ボギー、ナイスバーディー、ナイスバーディー、ナイスバーディー、ちょっとホッとしました。ナイスボール、おぉ。でもでもでも大丈夫じゃん。バンカーの奥じゃない？バンカーの奥のマウンドだと思うけど。あ、じゃあ、うん、狙える。おー、ナイスショットです。球だぞ、いい球だぞ。これめちゃめちゃいいところです、多分。あ、戻っぽい。あ、右にキックしたけど。さあ、桂さんです。お、ナイスボール。ナイスボール、ナイスボール。合わせた、合わせた。ナイス、ナイスボールです。右にキックです。あ、じゃあ徳島って言ったら何かあるんですか、特徴は。阿波踊り以外に。徳島ラーメンです。徳島ラーメン、はい、何ラーメンですか。あの、家系ラーメンがもうちょっと濃くて甘いみたいな感じなんですけど。豚骨系。豚骨系です。あの、あまりに濃いんで、はい、そんな濃いんだ。徳島ラーメンを置かずにご飯を食べるんですよ。めっちゃこう、あの、デビデブロードって言います。徳島県は糖尿病率がめちゃめちゃ高い。本当にその理由で、それが原因って言われてます、本当に。油と炭水化物で。ダブルパンチ。食べたいな。ぜひ、ここであるんで。はい、え、ライス、ライス込みで。ライス、絶対ライスも頼んでください。これは絶対。ちょっと一日だけ、はい、いっぱい、糖質を取って。じゃあ、今日、ちょっと、空港で、ちょっと食べて、見ようと思います。せっかくだからね。あと海苔だよね。海苔、あ、大の海苔。そうなんだ。海苔が美味しい。はい、これはもう定番な、うん、空港に売ってあるんで、ぜひ。あ、それも空港にあるね。はい。ちょっとですね、ピンの位置が変ですね。右の手前に乗せたら、だってスリーパットになりますよね。右は分かる。だってこれ届かないでしょ。なんかそういう曲ありますよね。え、まあ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 っていう。お、やばい、やばい、やばい。おー、オッケーオッケーオッケー。あ、でも、お、結果、結果オッケー。大丈夫、めっちゃいい。そっからこっち来る。あ、決まった。どっちに当たりたいんだろう。いいんじゃないですか。いや、あっち行くの。ねえ、分かんない。まあまあまあ、あっち行くと思わなかった。私も、もうちょっとフックするかなと思った。うん、なんかちゃんといいとこ行ったなっていう。おお、早い早い。いや、なんでそこも早いの。これでもこういうことなの。うん、登ってんのにこんなに。なんで。何もわからない。何も。おお、ナイス。姫路ですよね。あ、はい、姫路って言えばいいですか。地元の人は姫路って言うんですけど、関東の人は姫路って言うんです。姫路って。なんでなんですかね。いや、イチゴのこと、イチゴっていうようなもんですよ。イチゴってなんて言います。イチゴですね。いや、でもイチゴっていう人いるんですよ。へぇ、姫路のこと姫路って言うみたいな。あ、それでみんな納得してくれる。さすが関西の人。優しい。関東の人何それっていう顔するんですけど。いつも姫路をしめじって言うんですか。しめじのことしめじっていう人もいるし。姫路、上がる感じ。上がるよね。なんか、うん、なんかニュースとか見てても違うって言って思う。え、みんな同じスコアなの今。
今81、81、81、82。おお仲間、こっからどんどん難しくなるらしい。そうなんですよね、うん。